そうするとね、いつもお話しているように日本人の変な英語系 YouTuber たくさんいるから、ああこういう人たちがアメリカで育った人たちなんだな、アメリカ人はじゃあこうなんだろうなっていうふうにステレオタイプになってしまうわけ。アメリカ人が謝らないっていう誤ったステレオタイプだって思ってちょうだい。実際日本人の方が車の事故を起こした時謝んねんだから。こんにちは、直樹です。今日はね、何を話していこうかなと思っているかっていうと、アメリカ人のねことでね、ちょっと勘違いしないでもらいたいなと思ってちょっと動画を作らせてもらいました。でいつもお話ししてるように、アメリカと日本ってね一長一短っていうのがあるんだけども、最初にね目的とね結論をお話しすると、よくねアメリカ人はね個人主義だとかね、あとアメリカ人は謝らないとかっていうけれども、これはこの動画の前からね、もうずっと前からずっとお話し続けてるんだけども、そんなわけないからね。別に個人主義じゃないし、ちゃんと協力は当たり前にしてるし、あとは謝るときは謝るってお話です。で今目的と、結論をお話したんだけども、なんでこういうお話をしてるかっていうと、日本人の英語系 YouTuber がね炎上したよね。でいつも私お話ししてる通り、基本的に私は日本人の英語系 YouTuber の言うことって全く信じてない、ほとんど信じてないのよ。まあもちろんね、ちゃんとした、いつも話してるけども、ちゃんとした人もいればやっぱり変な人もいて、で何をお話したいかっていうと、4ヶ月ほど前にね、そのコロナの中がね、その爆発的にね、そのコロナが広がって、そういう中で日本に1回戻ったのに、なんかマレーシアに行ったっていう日本人の英語系 YouTuber がいるんだけども、その時に、まあ、それから、何日か前にその新しい動画を作ったのかな。コロナが広がってる時にわざわざその日本にいたにもかかわらず、まあ多分ね、税金対策だと思うんだよね。税金対策とかその本とかを出してたのかな、よくわからないけども、私長い間日本に暮らしてないんでね、わざわざその日本にいたのにもかかわらず、そのコロナ禍であるにもかかわらず、そのマレーシアだったか行って、まあ、マレーシアの住んでる人の動画もなんかそれ関連で見たんだけども、やっぱり税金対策だろうみたいなお話をされたんだよね。その際にマレーシアロックダウンになってて、それなのにさらにまた戻ってきたって話なんだよね。私は3月の時点でもうコロナ禍マスクも足りないよっていう状況になった時に前お話ししたし、まあ今はもう残ってるここに載せとくね。その結構前から私日本に帰るっていうかね、行くために飛行機のチケットも取ってたし、そのホテルも予約してたし、あとはその有給も取ってたのよ。だけども私はキャンセルしたんだよね。で当たり前の話、自分がね、これ前の動画でも結構前の動画でも話したけども、自分がね症状なかったとしても自分が感染してる可能性はあるわけだよ。特にもうね、爆発的に増えてるっていう状況の中でね、日本でね。で大体海外から、ね、日本に来た人ってもうコロナ禍で感染、ね、コロナに感染してた人ばかりだったわけでしょう。で私が、コロナに実は感染してて、で日本に行ったら、ね、その私のせいで、ね、1000人死ぬかもしれない、万人死ぬかもしれない、万人単位で死ぬかもしれない。なまじその私が感染しないで日本行って、逆に日本で感染した場合、アメリカに戻ってきて今度アメリカ人何千人感染させてしまうかもしれない、何万人感染させてしまうかもしれない、でそれで死なせてしまうかもしれないっていう可能性が大いにあったわけだよね。だから私は有給休暇を取ってたけれども、やっぱり公ね、私事よりもその命がかかってるから公のことだから、やっぱりキャンセルせざるを得ないな。だからホテルもキャンセルしたしね、もちろん有給も取り消ししたしね、まあ、それ分有給は戻ってきたっていえば戻ってきたって話なんだけども、同じようにね海外に住まれてる方とか、同じように国内、日本国内ではあるけれども移動はね会いたい、親にも会いたいけども我慢しようって、特に私の場合はもう親もね亡くなってるし、日本に実家がないから、まあ被害はね、そのね金銭的な面だけで済むんだけども、やっぱりほとんどの海外に住まれてる方っていうのは親とかね、お子さんとかにも会いたいっていう人たちもいたでしょう、ね、そこを本当に我慢して、ね、帰りたいのにも帰れない、その金銭的以外にも、その中でね、みんながね本当に我慢してね、公のため誰にも感染させないようにしようっていう中で、その日本人の英語系 YouTuber はね、日本人もその日本の中で協力してて、海外に住む日本人も協力してて、海外に住んで日本に行きたいなって思ってる外国人でさえも協力体制でもう広げないようにしてるっていう中で、こういう中でそんなの知らねえよっていうのは、やっぱりこれはもうおかしなこと、
って話だよね。本題に入るんだけども、それでその日本人の英語系 YouTuber のその動画、何日か前に作ったものと数ヶ月前に作ったものについて全然謝る気がない、まあ、それで私が言いたいのは、アメリカに長く住んでたからとか、アメリカの文化がね、謝らない文化だからだっていうのは、そこちょっと抑えておきたいのっていうか、ちょっと勘違いしてもらいたくないなと思って訂正させてもらいたいのよ。で、どういうわけかっていうと、これは別にコロナ禍になる前からお話してるんだけども、普通にね、普通の買い物の動画でもそうだけども、ぶつかったらぶつかったとかでね、アメリカ人って謝るのよ。普通にソーリーとかね、エクスキューズミーとかね、ソーリーアバウターとかね、まあ いろいろな、まあもちろん言い方はあるんだけども、普通に謝るから。で、その謝らないっていうことは、ほとんど自動車事故の時は謝らない。え、自動車事故の時は謝んねえの、ひでえなと思うかもしれないでしょ。日本もそうだよ。だって考えてもみなよ、今ね、煽り運転でね、いろいろ車の、ね、ニュースが日本でも流れてるでしょ。ってか、ほとんどに煽り運転ってアメリカではほとんどないのよ。なぜかというと道路広いからだよね。遅ければ越してきゃいいだけの話なんだよね。で、煽り運転、まああとね、日本の場合ってその追い越し車線があったとしても、煽り運転する人は煽り運転するでしょ。で、それで事故に遭った人もいるし、死んだ人もいる。でも煽り運転したり、その事故をね、別に煽り運転は抜きにして、ね、人にぶつかって事故で殺した人も謝らない。むしろとぼける、何か物に当たったようですって、そのまま否認して、ね、容疑を否認してますって。謝るどころの話じゃないじゃん。だからそれはちょっとね、アメリカ人が謝らないっていう誤ったステレオタイプだって思ってちょうだい。実際日本人の方が車の事故を起こした時謝んねんだからね。ね、事故にならなかったとしてもさ、もう事故すれすれとかさ、そのね、煽り運転もそうだし、事故ぶつけてしまって人引いてんのにね、なんかぶつかったみたいですみたいなね、捕まってからそういうにはもう全然そのね、謝罪する気もない。もう全然そう考えると日本の方悪質だからさ、まずアメリカ人は謝らないっていうのは、それはちょっとステレオタイプすぎるっていうことと、あとアメリカ人が個人主義だから謝らない、これもちょっと違うのよ。で、どういうことかっていうと、アメリカってスポーツ強いよね。ということはだよ、まあもちろん個人のね、スポーツもあるし、大体はチームプレーのスポーツって多いよね。野球だろうと、みんな個人主義でやってるわけじゃないんだよ。例えばアメフトだって連携がないとできない。一人でうわーって言ってね、アイシード21みたいなことなんかできねえんだからさ、うん、チームワークがあるから、やっぱり個人主義ではないのよ。チームワーク、それってさ、まあスポーツだから当たり前じゃんって思うかもしれないでしょ。それ言ったらもう仕事のこともそうよ。で、私はアメリカに来てもう10年以上で、私のね、動画をね、昔から見ていただいてない方にはわからないかもしれないけど、実は私も英語話せないけども、帰国子女ではあるんだよ。アメリカで長く住んでて、私はアメリカで転職もしてるんだけども、いずれもどちらも正社員ね。だからちゃんと正社員だから、会社の機密情報っていうのはわかるわけよ。アルバイトで働いてましたっていうわけじゃないからね。で、その場合どうするかっていうと、もちろんその今の働いてる会社も、前の働いてる会社でもそうなんだけども、やっぱりね、うまく連携とかしないと、チームワークがないと会社潰れちゃうからね。だから個人主義でね、適当にやってます。まあ私はね、ごめん、私は結構で、だからね、アメリカ人、かなり前の動画でね、仕事のお話でしてるけども、アメリカ人すっごい真面目なのよ。本当に真面目なのよ。日本人の私がね、すごいね、自分でもサボってますみたいな感じで私言ってるけども、本当ね、真面目なのよ。例えばサービス業にしてもそうだし、飲食店にしてもそうだし、観光業にしてもそうだし、製造業にしてもそうだよ。個人主義だったら何にもできないって。だからそれだけね、みんな協力的になってんの。そういうふうなね、変な日本人の英語系 YouTuber がいるがために、アメリカが勘違いされるわけだよ。アメリカ人はね、この人はアメリカに長く住んでて英語は話せるけども、何にもなっちゃいないよね。ね、アメリカでは謝らない文化だから、個人主義だからって言って、その人を対象にして、全くアメリカ人でもない日本国籍の人なのにもかかわらず、その謝らない理由はアメリカに長いこと住んでて、アメリカは個人主義だから、アメリカは謝らないからじゃないの。もうその人の性格よ。アメリカ人がもう勘違いされてしまう。アメリカ人の性格が固定化されてしまう。そうするとね、いつもお話しているように、日本人の変な英語系 YouTuber たくさんいるから、ああこういう人たちがアメリカで育った人たちなんだな、アメリカ人はじゃあこうなんだろうなっていうふうにステレオタイプになってしまうわけ。私はアメリカでずっと長い間正社員になってるわけだから、アメリカ人と働いてるからよくわかるわけよ。
さっき言ったようにアメリカ人仕事に対しての情熱っていうか、もう本当真面目すぎるのよ。あの日本人なのに関わらずわざとその日本人に対して英語で話してみたとか、そういうの変な日本人の英語系 YouTuber いるからこそ、あ、アメリカで住んだ人ってこういう人たちなんだな、あのもう個人主義なんだなとか謝らないんだなっていうふうに、そういうふうにね、あのアメリカ国民でもない人たちの日本人の英語系 YouTuber のためにアメリカ人自体が勘違いされるのは、それはやっぱりおかしなことよ。もう本当に、うん、なんでだろうなって思っちゃうでしょ。日本人の英語系の動画とかね、旅行系、いつもこれも話してんだけど、動画旅行系の動画とかもね、ていうか YouTube の、ね、収益自体ゼロにしちゃいいんだよ。誰も困んねえからさ、うん、だから私もね、もちろんそのお金もらえるんだったらと思って広告ね、最初の方につけたりはね、あの勝手にこれはつくんだけども、でも別に私 YouTuber でもないしね、 YouTube で飯食ってるわけじゃないからね。で YouTuber ではなく、私はただ YouTube に動画を上げてるだけだからね、正しい性格とか、あの正しいね情報を上げるためにみたいな感じでね、そういうことでね、そういうその変な日本人の英語系 YouTuber を見てアメリカ人はこうだとかね、アメリカ人は謝らないとか、アメリカ人は個人主義だってね、日本人のね、そういう英語系 YouTuber のためにアメリカ人が勘違いされる、それはね、あの誤解をしないでほしいなと思ったわけです。最後にね、もうこれはね、いつもお話している通り、私はいつもね、あの日本人の英語系 YouTuber 全く信用してないよっていうところは、あの英語を話せてもね、あの日本の会社に受からないし、アメリカの会社にも受からないし、受かったところすぐ辞めちゃう人たちほとんどだから。前あの林修さんの話で、英語ができて、仕事もできる人、英語が、できなくて仕事もできる人、英語ができて、仕事ができない人、仕事ができなくて英語もできない人、どっち取るかっていうと、もちろん最初にその仕事ができて英語ができる人なんだけども、最終的に残るのは英語ができて仕事ができない人が最後残るって話でね。まあだから本当にそんな感じなのかなって正直思います。だって言ってることむちゃくちゃなんだもん。本日の動画これで終わりにします。すみません。